朝練習で寝坊して怒られると誘った野球部ってことですね。ゲームカムです。今回なんですけども、皆さんこれバトルパスのね終了日見てください。あと4日なんですよ。ということはですよ、新武器とかあと調整内容とかのリーク情報がもう出回ってるということで、まあ、他の実況者も出していたんですけども、まあ来シーズンのですね最強武器、もう明らかにこいつが覇権を取る、また俺がですね死体打ち死を出すかもしれない武器っていうのを紹介したなと思ってます。それがですねハバの3ですね。でですね、強化内容なんですが、まずダメージのアップですね。ヘッドショットのダメージ倍率っていうのが 1.2 から 1.3 に上がるということで、まあ、30ダメージぐらいになるんじゃないでしょうか。そして胸のダメージの倍率が 1.1 から 1.2 に上がるということで、まあ、これも多分28ダメージとかに上がるんじゃないでしょうか。そして続いては射程距離のアップということで、今現在ね、その4角の射程距離っていうのが 13m なんですよね。はい。これが18メートルまで上がります。これなかなかでかいですよね。ノーアタッチメントで18メートルまで4発キルできるんですよ。しかも全身なんで、これは相当でかい。そして5発キルの25メートルの射程っていうのが28メートルまで上がると、といったような感じになっていますね。まあこれはそんなに大きくないかな。どっちかっていうと4角の射程距離が上がった方がでかいんじゃないかなと思っております。そしてもう一つの強化内容がリロード時間の短縮ですね。まあこれも大きいんじゃないでしょうか。そして最後にハブラ3に新アタッチメントが来るということで、これもねかなり楽しみですね。まあどういったような内容かわかんないんですけども、強化も来るし新アタッチメントも来るし、ハブラ3が覇権を取ると言ってもいいんじゃないでしょうか。まあその他にもですね、タイプ弱体化とか、あと AK47 が強化とか、まあいろんなその強化内容とかっていうのがあるんですけども、まあ次シーズンが来てからのお楽しみということで、一応ハブラがめちゃめちゃ強くなると、といったような感じの情報です。ちょっとここでね、俺が心配していることがあって、それは何かっていうと、ハブラ3のアイアンサイトって、まあ、特殊アイアンサイトっていうのがなくて、基本的に全て見にくいんですよね。なんかブラックゴールドとかさ、あとドラゴンダンスとかね、基本的にそのアイアンサイトが見にくいやつばっかりなんですけども、このスワーム、ハブラ3のこのスワームっていうアイアンサイトだけがめちゃめちゃ見やすいんですよ。となるとですよ、何が起こるかっていうと、またうわアイアンサイトゲー、うわ課金ゲーだ、うわスワームゲーだっていうことがまた起こるんですよね。今現在そのタイプ2号がめちゃめちゃ強いって言われて、マグネティックエンジンがめっちゃ強いって言われてるじゃないですか。おそらくね、来シーズンおいスワーム再販来いよみたいな感じのことが起こるんじゃないかなと思ってます。まあとりあえず今回ランクマッチやっていこうかなと思ってます。最強アタッチメントはこんな感じですね。ブチブチにするぞ。てかね、なんか最近になってストリーマーモードが多いんですよね。これなんでかっていうと、なんかストリーマーモードにしないと永久バンされるっていうね、まあデマ情報かどうかわかんないんですけども、なんかツイッターでそういう情報が出回ってるらしいですね。だからみんなストリーマーモードにしておる。てかもうね、今現在のハブラ強いかどうかっつったら正直って弱いね。点数で言ったらまあ70点ぐらい。なんでこれ開幕誰も肌触らない。あのね、こんなんでその勝ちにこだわりやると無理なんすよ。もう無理でしょこんなん。たまらんでほんまに泣いてまう。それも勝手にね、まあ、言うてね、その安定性が高いんですよ。エグいってほんまに、やることエグいって、味方も敵もやることエグいって。これどないなってんのこれ、何がエグ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 。旗取らんとなんでそんなとこに持ってんのお前。ちょっと待って、これもうビート行っていこう。ちょっと待って、どうしようこれ。とりあえず歌詞、こっちから来てね、A から来てね。ということは、ちょっと待って、一旦これちょいと乗っていって、これ上から一回していこうか。多分上から来るんじゃない、あれ来るんか。いいじゃない、ダンスじゃない使ってーの。で、もうここでハイドしていこう、ずっと。で、背中から来てるから、それも買っちゃって。まあ、言うてね、その、ハブラが出た時何が強いかっていうと、連射速度と威力なんですよ。その近距離の強さがなんか強いとか弱いとか言われたんですけども、今現在のハブラはね、そう、もうそれより強い、もういいところ取られてるんだよね。連射速度は別にそんなに他の武器の方が速いし、あと威力も他の武器の方が高いっていうことで、ハブラのいいところがなくなってしまってるっていうね。今無線だもんな。いや無理か、無線だ。威力で一旦そこもワン買っちゃって、カウント M だし一応上乗り込んでいきましょうか。でね、なんでこれ全取りしてるの。そこ買って、で B 買えるかな。そこも買っちゃって、これ B 仲間どれ後ろかけてんの。おーお前が来たね。第6巻背中の目開眼していく。でこっちから来るんじゃない。ワン体引いていく。この体の速さがね本当に大事なんですよ。でまだなんかそこにいるから、ワンチャンでグレポンでやれるんじゃない。まあ大丈夫か。一旦これ後ろ警戒していってもらって、回速解除してからショッカーシー出していく。そして多分こっからいると思うんで、あれいらんか。オッケー大丈夫か。先代ね、一旦そこも買っちゃって。オッケーね。まあ言うてね、射程うんちっちゅう今のハブラほんまにちょっとやっちゃいくー。なんかマジでさ、 COD 多分あの依存症やと思う。多分あの薬物、麻薬とかに近いあれやと思うね。なんかイライラしてるけど結局やってしまうっていうね。いやーちょっとこれ MVP キルトップ取れてえな。ドイツなんか B 突撃やろこれ。 C いかねえよ。あなるほどな。ちょっと待って、いや待って、3パーやった、3パーやった今の。ちょっと待って、これ絶対こっちかくれろ。上がってくると思うんで来たね。
2つ頭1個しかっていうのでこれも開幕 B らしいっすね。ちょっと待って、絶対これこっち来るやん、来てんね来てんね来てんね、絶対 B 取れる。で多分こいつらね C もほっといて A は A とかじゃなくて C は知らんタイプっすね。でもね来シーズン俺個人的に結構バランスいいんじゃないかなと思ってる。なんでかっていうとタイプがやっぱ弱体化されるのこれでかいね。俺何回も言うけど、まあ、何回も言ってないけど NA45 がね弱体化されるのは正直言っていいと思った。どけよこの箱、 B 取っていこうぜ。いいね、スルーで走り回っとるか一旦するかっていうのはナイスアドバンス指、そこも買っちゃってるの。これ2階にいるからこいつ買っていこう。ナイスやりいいっすね。俺味方めちゃめちゃとかで、もう敵もさ旗意識薄すぎん。敵これ別に敵をけなすわけじゃないけど旗意識薄すぎんか。待って、それセンターのやつは任したわ。で多分こっからハイドしてたら何人かいるですよね。一旦ここのやつ買っていってもろて、そっちもいると思うんで、これ多分視野入ってね。そこも買っちゃって、これワンチャン C 取れる。なんかね上にいるんですよこれ C で。なんかこいつめっちゃハイドしてんねんけど、お前やお前何してんの、これチームデスマッチやってんのこいつ。大丈夫か、なんかかくれんぼオンライン始まってんぞ。サンパー強すぎな、これワンチャン、これサンパー弱体化してもいいと思ってんねん。一旦これもなんか何やったっつってんの、俺別に下打ちしてない、おかしくねこれ。人権ないはず、お前どうよ俺のリコール、これピンピンっすよ。ダンスこも、いやーなんか手前におったな、前でしょ。ちょっと待って、あいつどこ行きやがった。あいつもう一回あいつとね俺はね鉢合わせたいね、ちょっと剣を交わえたいね。でこれ下にいると思うから、下でやれてんのよ誰かって戻っとくか。であいつどこ行きやがった、あのクソクソみたいな下打ちして来てるやつ。あのね、俺も言うてさ下打ち集出してるけどさ、俺は俺別にさらされてもいいっていう覚悟あるから下打ちしてるんだ。下打ちされ返しても怒らんやつは下打ちしろ。だそうかって、もう横から来んな。あのこれ MV 取れたんじゃねこれワンチャン。 MVP は無理くー、どうせ1タイムやろ。じゃあええわ、だそうも買っちゃって、買っちゃって OK いいっすね。もう言うても下打ちされたらもう何回もしていいでしょ。うー危ねえね、 OKOK ナイスナイス。まあ、今の君たちもタイプ使ってるんやけど、どうせ来シーズンになったら歯ブラとか使うんやろな。しかもその妹結構かっこいいっていうな。うわ中二病感えぐ、ちょっとキル数ぐらいは上回りたかったな。ちょっともうね怒りの限界を超えると笑いが出てくるってマジやねんな。もう女タイプおるやないかい。ちょっと今日は強靭亀でいくぞ。大丈夫かお前らほんまに、ビビってんとやっちまうからな。これ2回取るぜ。でこれさ俺最前線いって、最前線歯ブラこれ死ぬ女下におるが、ナイスナイスナイス。で待って、もうグイグイ、お前何しとんの、ほらおいほら降りろ、ほら何をしてんねん M ケツ。いけ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 、危ない。なんで来てんの俺、なんで来てんの、待て、ちょっと女それも買っちゃって、まあ、言うてね中華に貸すやからな油。それも買って、でどうしよう、まあ、44発もあるから全然ゴリゴリね、ゴリゴリのカメでいきますって。一旦これ入れようとしていって UV 触感値出していくんですけど、負けを確認していきましょうか。触感値でなんか敵一人ぐらい捕まえたくない、そうでもない、うおんねん。スターワン買っちゃってまだおるから、いけ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 、あもうねなんだかんだチーレスがいっちゃったのし、なんでかっていうと1対1の打ち合いがね、そのしっかりできる不屈がいないから、もうあいつらもうねチーレスやつは絶滅危惧種やから。一旦それも買っちゃって、なんかねこれ村ピピピっていう人ね、なんか MK2 の世界ランカーって聞いたね。ほらこいつこいつこいつ MK2 か、あ SPR の世界ランカーか、なんか結構なんか有名らしいっすねこの人。知ってるし俺コメント欄下におんねん、買ったら早く買っての、お前タイプやろどうせ、マジでタイプで打ち合って、なんか下におんねんけど、あそっかって、もう一人ね、あでも結構いい感じ、なんていうの、安定性はいい感じよ、わかるわかるわかる。打ち合い性能は普通に高いですけど、ちょっとね中距離、まあ射程が微妙っていうのは正直あるね。3個使ってどうする、もうでこっちなんかさこう、なんかもう言い訳するわけじゃないけど、こういうとこちょっと COD のダメなところが出てるような、人をあるのってね俺よくないと思ってる。こんな俺にしたら COD 恨むぞ。あ女ちょっと待って、いいっすねー、性を実感してる、こん時が一番性を実感してる。あ、俺別に煽ってることじゃないですよ、あ、煽ってるわけじゃない、だってなんていうの、あのこの人たちはタイプによって弱くなってるから、別に俺はこの人たちを煽ってるわけじゃないもん。はい買って、はい買って、オッケー、気持ちよくなってたよ、はいに、おお
タイイプ使わなくていいの。こういうことね、こういうことね。いやー気持ちいい。負けるよ。なんかぶち切れて。だから俺これさ、俺暴言吐いた？俺吐いてないよな。俺暴言別に吐いてなくない？ブチブチにするぞてな感じでどうだったでしょうか。俺は来シーズンハブラの試合中っていうのをあげないようにと祈っております。てな感じで今回これで終わっていこうかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。